丸シール8ミリ小2枚黒く塗りつぶします。ホワイトマーカーなどを使ってこのように丸を描きます。まず顔から折っていきます。 7.5 センチです。白を上にしてこちら向きにして半分に折ります。はい、では戻します。こちらとこちらの縁を真ん中に合わせて折っていきます。それではこちらへ向きを変えます。ここの縁より1センチ下ほどで折り筋がつくように角を折り上げます。次、上の角をこの縁より1センチ下に合わせるように折ります。はい、戻します。上の角を先ほどの折り筋に合わせて折ります。ここまでできましたら、この上の部分をのり付けしていきます。で、ここ折り戻します。次は体を折ります。 7.5 センチ、はい、白を上にしてまたこの向きにして半分に折ります。そうしましたら、向きによって違うんですけど、まあ、ちょっと右向きにするので、こちら左側の角を上に角に合わせて折ります。はい、そうしましたら向きを変えまして裏返します。はい、次はここ角から2センチほどこっから斜めにさっと折り上げます。この感じですね。こっちも2センチほどです。で、この角をこちらの角も少し折り上げます。この時にちょっとここを戻してのり付けしてください。こんな感じになります。はい、そうしましたら、ちょっと一回ここをめくりまして、この1枚、ここを少し数ミリ折ります。
こんな感じです。で、1センチほどで折ります。反対もここの縁より少し上あたりで裏側に折ります。でできましたら、ここもちょっとのり付けして貼っておいてください。はい、でここの部分、お腹の部分をこのようにちょっと書いておきます。先ほどは右向きだったんですけど、左向きにしたい場合は今度はこちら右の角を上に合わせて折ります。あとはまた同じように裏返しまして、ここ2センチほどでまたこのように折り上げます。でここも角を折ります。でまたここ貼り合わせていきます。はい、でここをめくりまして、ここも同じように少し折って1センチ折ります。ここも同じように少しはみ出して折って、ここをのり付けして貼ります。ちょっとここ戻りましたね。よいしょ、よいしょ。はい、でまた同じようにここ、このように書きます。そしたら反対向きね、左向きもできます。次は角を作ります。こちら 1.5 と 7.5 センチ、まずこちら白を上にして、どちらでもいいんですけど、とりあえず半分にこちらへ折ります。はい、開きまして、ここの折り筋をこのようにカットします。はい、ではこのサイズで裏返して白上にして半分に折ります。戻しまして、ここをのり付けして戻します。このままこちら半分へ折ります。したらこちらこういう感じで直角に折ります。ここだいたい7ミリほどです。であと直角に折ってください。そうしましたらここ開きまして、こうざっと真ん中あたりをのり付けして貼ってから、またここの折り筋近辺でちょっとのり付けしてまた折ります。たらとカタカナのとみたいな文字ができます。もう一つは先ほどと同じようにここまで折るんですけど、先ほどは上側に直角に折ったのを今度は下側に直角に折ってください。
のり付けは同じようにしていきます。そうしましたら左右対称のこのような角ができます。次はひげを折ります。1センチと4センチ、はい、こちら白を上にして半分に折ります。開きまして、のり付けします。で、また戻します。そうしましたら、こちら2センチほど。で、またここ、直角に、このように折ります。少し斜めにしても OK です。これぐらいにします。はい。またここ戻しまして、折り筋のところをちょんとのり付けして貼ります。はい、ここまでできましたら、ここ斜めに反対側へ折ります。こうですね。はい、裏返すとこうなります。こちらもできたらこう開いてのり付けします。もう一つはこちら反対側をこのように斜めに折って、こちらもこのように折ります。のり付けしてください。はい、これでまた左右対称のものができます。次は鼻を折ります。こちら2センチ、はい、こちらは白を上にして、こちらとこちらを真ん中あたりに折ります。はい。で、少しかぶるぐらいで折ってください。はい。次は耳を折ります。1.5 と3センチ。白を上にして半分に折ります。では戻します。はい、こちらここざっとのり付けして貼り合わせます。はい、そうしましたらここ5ミリ、こちらも5ミリ、このライン上で折っていきます。ここまでできましたら一旦戻して、はい、ここのり付けしてください。同じものをもう一つ作ります。それではのり付けしていきます。まずこちらちょっと角つけますね。こちらですね、この下少しだけピッとのり付けしてここへ貼ります。はい、反対も同じようにこちらをのり付けします。はい、耳もこのあたりのり付けして、角度はもう自由で下にしても上にしてもいいので
貼ります。今裏こんな感じです。はい、こちらも同じようにして貼ります。はい、次ひげ、こちらこの辺りだけをのり付けしてください。で、下から5ミリ上、この真ん中の折り筋から5ミリ開けて貼ります。はい、反対も同じようにします。はい、そうしましたらその後にこの鼻をここに合わせて貼ります。そうしましたら鼻のここ描きます。こうですね。で、今度はここのり付けします。で、ここへ貼ります。あとは目のシールをこの辺りに貼ります。ちょっとあれかな、ちょっとずれちゃってますけど、こういう感じで貼ります。はい、これで出来上がりです。ね、これ反対向きもこんな感じで作ります。はい、ではまた次回お会いしましょう。さようなら。